突然俺の目の前に現れた死神、朽木ルキア。その日から俺の世界が変わった。彼女から託された死神の力だが、ルキアはソウルソサイティの追手に連れ去られてしまう。ルキアを助けるため、俺は死神の世界、精霊邸に潜入した。なんだ今の音は。精霊邸内に侵入者あり。例の旅客が。各隊守護配置につけ。急げ。いて。なんとか入り込むことができたようだな。しかしどこだここは。これからどうやって。いやっほー、ついてる。配置につくのが面倒だったから隅っこの方でサボってたら、目の前にお手柄が落ちてきやがった。ついてるついてる。今日の俺はついてるぜ。そしててめえはついてねえ。あ、つい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 、あー、つい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 てねん。なんだてめえ。俺がせっかく月月の舞を踊りながら、てめえがそっから降りてくるのを待っててやろうとしてんのに、何余裕こいて見とれてんだこら。かあ、人の行為が分かんねえ野郎だなおい。なんだこいつ。てめえだろ。この精霊邸に侵入した旅客ってのは。だったらどうする。切る。どうしたよ、逃げんのか。あんたの力が俺より上なら逃げることに意味はねえ。絶対追いつかれるからな。けどあんたの力が俺より下なら倒して進みゃそれで済む。なるほど、どうやらバカじゃないらしい。うん、かわしたな。はっいい体さばきだ。一応名前を聞いとこうか。黒崎一護。一護か、いい名前じゃねえか。そうか、名前を褒められたの初めてだぜ。ああ、名前に一のつくやつは才能あふれる男前と相場が決まってんだ。俺は11番隊第3席副官補佐、まだらめ一角だ。一の字同士仲良くやろうぜ。やだね。はっ、すこれだけ間合いがあるとはいえ、退治のさなかに刀から片手離すなんざ、素人のすることだぜ。うるせえな。血が目に入ってちゃ見えねえだろ。だから拭いただけじゃねえか。額の傷は浅くても派手に血が出る。血止めをしねえなら拭く意味はねえよ。きったねえ、自分だけ血止めの薬かよ。汚くねえよ、知恵だろ知恵。わあ、さすがはバカず踏んでんなって感心するとこだ今のは。つくづく妙な野郎だぜ。振る舞いはまるで素人。とてもじゃないが戦士には見えねえ。だが反応は上等、打ち込みは激烈。体さばきに至ってはこの俺に近いと言ってやってもいい。あ、褒めてんだぜ。ただの戦い好きの素人の本能で片付けるにはできすぎだってな。死は誰だ一号。10日ほど教わっただけだから死と呼べるかどうかわかんねえけど、戦い教えてくれた人ならいる。誰だ。浦原喜助。そうか、あの人か。それじゃあ手抜いて殺すのは失礼ってもんだ。伸びろ、ほおずき丸。驚いてる暇はねえぞ一号。行くぜ、見誤んなよ。槍の前が長いってことぐらい分かってるぜ。誰が見誤るか。つ違うぜ。何、避けろ、ほおずき丸。見誤んなってな、こういうことさ。ほおずき丸は槍じゃねえ、三節棍なんだよ。ああ痛えか。その手じゃもうろくに剣も握れねえだろ。
俺は心優しい男だ。普段ならここで生かして捕らえるところだが、悪いな。てめえは殺さねえと手柄にならん。何してる？もう終わったみたいな口聞くなよ。俺の剣をまだ見せてね。こっからだぜ一角。今度はあんたが剣を握れなくなる番だ。上等な口を聞くじゃねえか、ガキが。俺はこんなところで死ぬわけにいかねえんだ。てめえ何しに来た、この精霊邸に。助けに来た、朽木ルキア。何だと？死神代行黒崎一護。大切な仲間を守るため、今魂の刃を振り下ろす。こっちはあんたの攻撃にようやく目が慣れてきたとこだ。誰が正義なのか、誰が味方なのか、お前なら誰を守るのか。この刀だけが知っている果てしない戦いの行方。この想いの強さで迷いなく今いやそんなにルキアを助けてえか。バカ野郎、助けてんじゃねえよ、助けるんだ。第1級重火災、朽木ルキアを極刑と処す。お前と言葉を交わすのもこれが最後となろう。白夜兄様、ふざけんな。てめえがルキアの力を奪いやがったから、ルキアの罪が重くなったんだ。てめえのせいでルキアは殺されるんだよ。そのてめえがどの面下げてルキアを助けるなんて抜かしやがる。分かってるさ、そんなこと。だから俺が助けるんじゃねえかよ。お前か。うわキラ君、どうして。僕は三番隊副隊長だ。どんな理由があろうと隊長に剣を向けることは僕は許さない。いやーあっ、きしょう、俺の負けかよ。黒崎、恥を承知でてめえに頼む。ルキアを、ルキアを助けてくれ。どいて。ダメだ。どけって言うのがわからないの。ダメだと言うのがわからないのか。動くなよ、どっちも。室ヶ谷君、一人で戦いに臨むということは決して敗北が許されぬということだ。牢に入れておけ。捕らえろ二人ともだ。一丸、ひな森に血流させたら俺がてめえを殺す。そら怖い。悪いやつが近づかんようによう見張っとかな、飽きまへんな。ルキア！サタン・オン・ザ・クリーニング赤く投げつつきの影に一線を照らされて、サタン・オン・ザ・クリーニング赤く投げつつきの影に未来とも預けよう。Yeah!
を含む超遺跡館の邸内での常時対等を許可する。一つまたその戦時全面解放を許可する。以上が5艇13隊総隊長山本源流祭重国様よりのお達しです。戦時特例か。また4番隊からの連絡によりますと11番隊第3隻マダラメ一角が重傷のため戦線を離脱しました。マダラメが？その他の部隊に関しても被害が出ている模様ですが詳細な被害状況については現在調査中です。アバラエレンジとマダラメ一角を倒した男だ。何者か分からんが相当腕の立つやつに違いない。我が10番隊も十分に警戒するようにと伝えてくれ。分かりました。松本。はい。前から気になってたんだが。何でしょう？その紙白書胸元空きすぎじゃないか。そうでしょうか。だってお前その状態で剣を振り回すと大変なことになるぞ。5艇13隊10番隊副隊長松本蘭菊ポロリも辞さぬ覚悟でございます。そうか。ご用はそれだけでしょうか。いや、これをひなもりに渡してやってくれ。これは亡くなった5番隊アイゼン隊長の部屋にあった手紙だ。え？ひなもりに宛てたものだから読むわけにはいかないが、もしかしたらアイゼンの死について何か手がかりになることが書かれてあるかもしれない。隊長はやはり疑ってらっしゃるのですね。3番隊の議員一丸隊長のことを。一丸と同期だったお前としては認めたくないことかもしれないが、アイゼンを殺したのは間違いなくやつだ。これはこれは朽木隊長、いつお会いしてもクールで素敵やわ。しかしお互いに大変ですな。お宅6番隊のアバライレンジ、5番隊のひなもりもも、それからうち3番隊のキライズル副隊長が3人もいっぺんに牢に入ってる状況って、これ前代未聞ですな。5艇13隊始まって以来のことと違いますか。まあでも朽木隊長にとって一番の心配事はやっぱり妹さんのことでしょうな。かわいそうに妹さん潜在宮の死神牢に移送されたそうですな。牢の狭い窓から見える僧局という名の処刑台、その僧局を毎日窓から眺めることで己の犯した罪を悔いる、それが潜在宮と呼ばれるゆえんらしいですな。処刑まであと10日。妹さん牢の中で何考えてはるんでしょう。お兄さんのことやろか、それとも。一丸。何ですか？旅館による被害状況を調べなくてはならない。用がないなら失礼する。そうそう、例の旅館、オレンジ色の髪の男、妹さんを助けるとか言うたはるらしいですわ。Good
ったぞ、オレンジ頭の死神だ。待てこれ、待てよ、待てよ、すげー、しつこい奴らだな。やっちまえ。ほどけた通り結び直してる間に置いてかれちゃった。どうしよう、現場どこだろう。あのすいません、僕4番隊の。邪魔だ。てめえ何しやがんで、このガキは。すいません。なんだてめえは。あの4番隊の。4番隊はすっかんでな。もしかしてあなたが例のリュカ。こっち来い。何するんですか。ほらてめえら、仲間ぶっ殺されたくなかったら道開けろ。どうした、早くしろ。何やってんだお前。何って、人質。俺らとそいつが仲間に見えんのか。違うのか。僕は4番隊、あの人たちは11番隊です。同じ5艇なんとか隊の隊員だろ。俺ら11番隊は5艇13隊最強の戦闘部隊。強い。引き換え4番隊は弱すぎて救護しかできねえ最弱のお荷物部隊。弱い。ヤギ、俺ら11番隊は4番隊が大嫌いです。殺すときゃ殺せや。ぶっちゃけ一石二鳥だこれ。ちょっと待ってください。嫌いだから死んでもいいなんてひどすぎるじゃないですか。おお、まともな反論だ。うぞらー、ぶっ殺せ。隊長。聞いたぜ、負けたんだってな。申し訳ありません。負けて長らえることは恥と知りつつ戻ってまいりました。強えのかそいつは。強いです。外見は。オレンジの髪に身の丈ほどの大刀。やつの強さはおそらく未だ発展途上。隊長と会う頃にはさらに強くなっているかもしれません。そうか、そいつの名は山田花太郎です。逆に覚えにくい。え、山田太郎か山田花子ならわかるけど、花太郎って覚えやすくていい名前だってみんな言ってくれますよ。どうだ、そっちはいたか。いや、どこにも。しくしょう、どこにやがった。探せ、探すんだ。はい。しかし地下水道とは思いつかなかったな。この地下水道は精霊されていて、障害物なしでどこへでも行くことができます。この複雑な構造を把握してるのは救護補給専門の僕ら4番隊だけです。そうか、ここは補給路も兼ねてんのか。ただここの掃除も4番隊の仕事ってだけなんですけどね。うち弱いから雑用いっぱい押し付けられちゃって。なんかかわいそうな舞台だな4番隊って。いや、それほどでも。何照れてんだよ。とにかく誰にも見つからずに潜在給に行くためには
このルートがベストな選択だと思います。しかしお前、どうして俺にここまでしてくれるんだ。俺たち敵だぜ。どうして理由も聞かずに道案内なんてするんだ。あなたのことはルキアさんから聞いてよく知っています、黒崎いちごさん。え？お願いです、ルキアさんを助けてください。ルキアさんは今の潜在宮四神楼へ入る前、六番隊の大佐楼に入られていました。僕はそこの清掃係を命じられたんです。本当言うと最初は怖かったんです。何たって向こうは貴族だし。でもルーキア様って呼んで叱られたんです。その呼び方だけはしないでほしいと。その声がとっても優しくて、僕はずいぶん安心したんです。それからは日に一度牢に入って掃除をするその時間が少しずつ楽しみになってきて、ルキアさんも少しずつ僕にいろんなことを話してくれるようになりました。そしてその大半は黒崎さん、あなたの話でしたよ。二月ほどしか行動を共にしなかったが、不思議と心から信じられるやつだった。それなのに自分のせいで運命をねじ曲げ、ひどく傷つけてしまった。何をしても償いきれぬ。そう言って最後はいつも悲しそうな顔していました。どうしました？バカ野郎、そんなもん全部俺のセリフじゃねえか。絶対死なせやしねえからな、ルキア。なんだこの異常なレイヤースは。ここは俺に任せろ。お前を潜在宮へ向かえ。山田花太郎。はい。なんだお前は。やっと見つけたぜ、黒崎一郎。なんで俺の名前を。てめえ一体。てめえと殺し合いに来た。その男は魔物だ。死木するも戦いを楽しむため、俺たちとは違う性格だ。11番隊隊長ザラキケンパチ。ケンパチという名は最も戦いを好み、多くの敵を殺してきた者にだけ与えられる通りだ。その名の意味は幾度きり殺されても絶対に倒れない。最高の戦いが楽しめるはずです。悪くねえ、構えは固いし隙だらけだが、冷圧だけはかなりのもんだ。まあ、そこらの副隊長レベルじゃ相手にもならんだろう。そりゃどうも。だが俺との間にはまだ差があるな。どうだ、一つハンディをやろうか。てめえから先に切らせてやるよ。どこでも好きなところ切りつけてこい。何言ってんだ、構えてもいねえ奴に切りつけられるか。バカにしてんのか。うちの隊長に気をつけな、弱い奴には興味がねえ。バカになんかしてねえぞ、ただのサービスだ。構えてねえ奴に切りつけねえって心構えは立派だが、そんな小器用なもんは別の機会に取っとけ。そう気負うなよ。楽しくやろうぜ。
殺そうが殺されようが所詮は暇つぶし。ほら来い。首でも腹でも目玉でも、なんならこの一撃で俺を殺したっていい。ビビってんじゃねえよ、来い。クソ、後になって恨むなよ。この程度か。今日ザメだ。嘘だろ、俺は本気で振り下ろしたはずだ。なのになんで傷一つついてねえんだよ。教えてやろうか、なぜてめえの刀で俺を切れねえか。何のことはねえ、霊圧同士ぶつかれば押し負けた方が怪我をする、それだけのことだ。要はてめえが敵を殺すために霊圧を極限まで磨き上げて作ったその刀より、俺が無意識に垂れ流してる霊圧の方が強い、それだけの話だ。まったく、この程度のやつを夜通し待ってたなんてな、笑い話にしたって出来が悪いぜ。せめてこいつの錆落としぐらいさしてくれ。頼むからお前、一振り二振りで死ぬんじゃねえぞ。なんだ、やりゃできるじゃねえか。悪いな、まだ死ぬわけにはいかねえんだ。俺が死んだら背中にあるもんみんな壊れちまうんでね。まだ緩めるなよ、そのまま研ぎ澄ませてろ。こっからが楽しいとこだぜ。なあ黒崎一が、いいぞ、いい反応だ。集中が増してるな。ちゃんと鈴の音が聞こえてるじゃないか。鈴も眼帯もより戦いを楽しむためだけにつけてるんだ。うわっ、そうやって有効利用してくれないとつけてる意味がねえ。クソ、舐めやがって。だから残白刀も解放しねえってわけか。俺の残白刀に名はねえ。俺の刀はむき出しだ、もともと封印自体してねえんだ。俺の残白刀はこいつが本体だ。そうか、それを聞いて少し安心したぜ。じゃああんたの剣はもうそれ以上は強くはならねえってわけだ。それなら、それなら、それなら、なんだ、それならもうちょっとで勝てるとでも思ったのか。なめてんのはてめえだ。俺が残白刀を封印しねえのは、霊圧がでかすぎて全力で抑え込んでも封印できねえからだ。だから戦うときは常に加減して切る癖をつけた。わかるか。そうでもしねえと敵がもろすぎて戦いを楽しむ暇もねえんだよ。ああ。だから緩めるなっつったろ、霊圧はよ。正気の一つ二つ見つけたぐらいで緩めやがった。つまんねえ幕引きだぜ。俺のことを切れたやつも、戦いの最中に鈴の音を聞けたやつも。久しぶりだったのにや。姉妹か。つまんねえな。くそ、くそ、死にたくねえ、死にたくねえ。こんなところで死んでられっか。俺はまだ死ぬわけにはいかねえんだ。俺がここで負けた、茶道も井上も花太郎も、俺に力を貸してくれた連中がみんな死んじまうんだ。動け、動けよ体、止まれよ血。俺をもう一度戦わせてくれ。俺はルキアを助けなきゃいけねえんだ。残月のおっさん、
戦いたいか、勝ちたいか、それとも生きたいか、どれだ。戦うだけじゃ意味がねえ、生き残るだけじゃ意味がねえんだ。勝ちたい、勝ちたい。持っていろ、お前の刀だ。だってこれ残月じゃねえ。残月というのはこれのことだ。これはお前には渡せない。何すんだ。なんだよお前。なんだはねえだろ相棒。これからお前が私を持つに足るものかどうか試す。もう一度私を手にしたくば自分の手で奪い取ってみせろ。敵はお前自身だ。ああ、受け切れねえ。残月ってこんなすげえ刀だったのかよ。こいつの力はこんなもんじゃねえ。こっちが心開いて力を貸せばまだまだいくらでも強くなる。だがそいつはお前には無理だ。残白刀のことなんか気にかけもせず自分さえ鍛え上げれば強くなれると信じ込んじまってる。お前にはな。そうだ、残白刀は道具じゃない。みんなそれぞれ名前を持って生きてるんだ。それなのに俺は残月のおっさんのことなんて何一つ分かっちゃいねえ。これじゃ残白刀の名前にすら興味を示され、あいつと何も変わらねえ。あっ、教えてくれないか残月のおっさん。少しずつでいい、あんたのことを俺に知りたいんだ。俺に力を貸してくれるあんたのことだから教えてくれ。そしてもう一度あんたと一緒に戦わせてくれおっさん。イチゴ、私は雨が嫌いだ。この世界にも雨は降る。お前が心を乱せば空は曇り、お前が悲しめばいともたやすく雨は降る。私はそれがたまらない。お前にもわかるだろうか、孤独なこの世界で雨に打たれることの恐ろしさが。その雨を止めるためなら私はお前にどんな力も貸そう。私を信じてくれたなら私はこの世界どんな雨も降らせはしない。ああ、もう一度俺にチャンスをくれるのか。信じろ、お前は一人で戦ってはいない。イチゴ、ありがとう。おっさん、なんだ、一度は消えかけたこいつの白道がまた、それにこの冷圧。悪いが時間はかけてらんねえ。一気に片を突きさせてもらうぜ。一気に片付けるだと、そいつは困るな。せっかくここまで楽しくなってきたのに、できるだけ長引かせていこうぞ。たまんねえな。てめえがなぜ復活できたのか、なぜ急激に強くなったのか、気になることは山ほどあるが、とりあえず今どうでもいい。今はこの戦いを楽しもうだ。おかしいさんだ、どうかしてる。そんなに戦いが好きか、死ぬのも切られんのも怖くねえのかよ。どうかしてるだと。どうかしてんのてめえの方だ。それだけ強くてなぜ戦いを好きにならない。楽しめや。死も苦痛もそのための代償の一つだろうが。最高だ、対等の戦い。いや、わずかに、だが確実におめえが上だ。いつ以来だこんな高揚感は。おめえになら全力で戦っては良さそうだ。なんだ、眼帯を外したらいきなりレアスが跳ね上がりやがった。きったねえな、ここまで来て隠し玉かよ。その右目に何が仕込んであるんだ。仕込む、そんな小汚い小細工誰がするかよ。こいつは技術開発局の連中に作らせた霊力を無限に食らい続ける化け物だ。
今までこいつに食らわせた分の霊圧は全ててめえを殺す分につぎ込む、それだけのことだ。聞こえるか、イチゴ。奴の剣の悲鳴が、あれが奴には聞こえない。死んじゃわぬ者同士、共に戦えば互いの力を損なうのみ。己の力しか信じぬ奴にはそれがわからない。イチゴ、お前は私を信じられるか。当然だろ。俺の力全部あんたに預ける。好きに使ってくれ。そしてもう一度俺に力を貸してくれ。ああ。ここに来てまだ俺やつ上がんのか。むしろ上がるさ。俺はザンゲスの力を借りてザンゲスと二人で戦ってんだ。自分一人でしか戦おうとしねえあんたには絶対に負けねえ。ザンゲス、その残白刀の中、残白刀の力を借りて残白刀と共に戦う、ざれ事だ。残白刀は戦いの道具だ。残白刀と共に戦うなんてな、自分の腕で戦えねえ言われ切った負け犬のセリフだぜ。俺やてめえのセリフじゃねえんだ。一応来るぞ。私がお前の傷口の血を止めておくのも限界に近い。一撃で決めるぞ。悪い、みんな。何言ってんだ。てめえの勝ちだ、バカ野郎。長いこと忘れてたぜ。名前がないことの苦しみってやつ。子供の頃、親のない俺には名前がなかった。他の連中が名前で呼ばれるのに自分にはない。それがどんな気分か。ずいぶん長いこと待たせちまったな。何を今更と思うかもしれねえが、俺に教えちゃくれないか、おめえの名を。やっぱりダメか。直視は強くなりてえな。すまぬイチゴ、少し遅れた。派手にやられたの。じゃが相手がザラキケンパチでは仕方ない。あいうっただけでも大しくんじゃ。半ずるな。わしがお主を死なせはせぬ。音が止んだ。霊圧も消えた。二つとも。死んだのは誰だ。分からぬ。石器石の乱反射で霊圧の痕跡がかき消されていく。なぜだ。私のために流れる血などあっていいはずがない。私は本当に血を流してまで
救う価値あるものなのか。月よ教えてくれ、俺が死神になった意味は何なんだ。一体俺はどうしたいんだ。俺は朽木隊長を超えたいと思った。だがそれは叶わぬ望みなのか。俺はルキアの力になりたかった。だが結局何もしてやれないのか。黒崎一護はルキアを助けるために戦おうとしている。俺はこれから誰と戦う。俺の敵は誰だ。月よ教えてくれ、僕が死神になったばかりに、一体僕はなんてこと。僕は雛森さんに刀を向けてしまった。なんてこと。最低だ最低だ。僕は最低だ。誰だ。ひゃあひどいな。こら見てられんわ。一丸隊長やつれたな。かわいそうに。助けてほしいやろ。ついておいで。いずれ隊長の部屋にあったあんた宛ての手紙だよ。アイゼン隊長が私に。見つけたのがうちの隊長でよかった。他の誰かだったら証拠品として提出されてあんたのところへ届かなかったかもしれない。何が書いてあるのか知らないけど、自分の隊長が最後に言葉を残した相手が自分だったってのは副隊長として幸せなことだよ。大事に読みな。ありがとう、ランギクさん。ひなもりくん、君がこの手紙を読んでいるなら僕はきっと帰ることができなかったんだろうね。君にはいろいろと心配をかけたね。そのことはどんなにねぎらいの言葉を重ねても足りることはないと思ってるよ。愛禅隊長、今まで僕は君に僕の感じる不安について語ったことはなかった。だけどそれは君を巻き込みたくなかったからだということを分かってほしい。そしてどうか許してほしい。ここまで来て君を巻き込んでしまう僕のことを。え？僕はおそらくすでに生きてはいないだろう。だから僕の最も信頼する君のために僕の暴いた真実のすべてをここに記す。これは教えて
お久しぶりです。山田花太郎です。どうしてあなたを助けに参りました。どこだここは。俺は死んでねえのか。目が覚めたようじゃのう。ここは双極の丘の地下にあるわしの隠れ家じゃ。誰だ。わからんのか。わしじゃ。なんだわしじゃって。女のくせにジジイみたいな喋り方しやがって。ジジイか。まあ無理もない。お前にわしの本当の姿を見せるのは初めてじゃからのう。なんかどっかで聞いたことある喋り方なんだけど。しにゃあ。にゃお。もしかしてにゃっ、よるいちさん。じいさん猫からナイファリー、正体明かす時間は何度味わっても良いもんじゃの。大妻かいつも驚くばかりじゃ、アホのように。そりゃそうだよ、夜市さんってジジイだと思っちゃうもん。まさか女、美しい女子だとは思わんかったじゃろ。自分で言うな。なかなかのないバリニャニャなバリだ。じゃちょっとおっぱい触ってみるか。バカ、何言ってんだよ。プニュプニュだぞ、プニュプニュだぞ、プニュプニュ祭りだぞ。やめろって。プニュプニュ祭りだそれ、プニュプニュ祭りだそれそれ。遠慮はいらぬぞ、大サービス。見かけによらずウブじゃの。おなごのおっぱいを触るのは初めてか。ふんふん、悪事をせい。うるせえ。冗談の通じんやつじゃの。つまんない男じゃの。よく言われるじゃろ。言われねえし、言われたとしてもあんちゃんら関係ねえ。プニュプニュだぞ、プニュプニュだぞ。ぶっ壊しとけな。悲しいの。せっかく助けてやったのに、ずいぶんな言い草じゃの。そうか、夜市さんが助けてくれたのか。ありがとな。何、あれだけの傷で即死しなかった。自分の生命力に感謝するんじゃな。とにかくしばらくはその結界の中でおとなしくしておれ。この霊圧は潜在球の方か。待てイチゴ、何をする気じゃ。潜在球には花太郎が向かってる。俺が行かねえで誰が助けるんだ。そんな体で戦えると思うておるのか。待てイチゴ。バカ者が。こっちです、武器屋さん。この橋を渡れば。朽木隊長。兄様。潜在宮へのわずかな霊圧の移動を感じて、どんな強者が潜り込んだかと来てみれば何のことはない。ハムシか。くだらぬ。失せろ。私の剣は貴様のごとき、ハムシを殺すためにない。何をしてる。逃げろ花太郎。ダメだ、石器石の牢に入れられていたせいで霊力が極端に削られている。久しぶりに触れる巨大な霊圧に体がついていかない。いいえ、僕はルキアさんを助けたくてここまで来たんです。このまま何もしないで逃げるなんてできません。どうやら耳が聞こえぬようだな。私は失せろと言ったはずだが。おやめください兄様。この霊圧の感覚はまさか。
てられっか。こんなところで弱ってられっか。俺はまだ何も知っちゃいねえ。この一振りで前に進むぜ。てめえを助けるためにここまで来たんだぜ。見ろよ、これが黒崎いちごだって。いちご大丈夫か花太郎。先に行かせて逆に怖い目に遭わせちまったな。いちごさん。ルキア、助けに来たぜ。なんだその顔。助けに来てやってんだから、もうちょっと嬉しそうにしろよ。バカ者、来てはならぬと言ったはずだ。あれほど追ってきたら許さぬと。ボロボロではないか、バカ者。まったくだ。だから後でいくらでも怒鳴られてやるよ。あいつを倒した後でな。イチゴ。なんだ、ここまで来て今更引けとか言うんじゃねえだろうな。引かねえぞ。冗談じゃねえ。俺はてめえを助けるためにここまで来たんだ。てめえがもしここで死刑になりたいって言うが、そんなことは知ったこっちゃねえ。俺はてめえを引きずってでも助け出すぜ。こっから先てめえの意見は全部却下だ。分かったかボケ。なんだそれは。助けられる側の意思は全て無視するというのか。そんな横暴な助け方があるか。うるせえ。助けてもらうやつがごちゃごちゃ言うな。てめえはそれらしくその辺でブルブル震えながらお助けとか言ってりゃいいんだよ。相変わらずだな、貴様は。相変わらず私の言うことを少しも聞かぬ。当たり前だろ。てめえの言うことは俺の心配ばっかじゃねえか。こんな時ぐらい自分の心配してろ。心配すんな、死にゃ死ねえよ。これでも俺ちょっとは強くなったつもりなんだぜ。ずいぶんと悠長に構えてるじゃねえか。こんだけルキアと喋ってても切りかかってこねえなんてよ。誰に向かって口を聞いている。私に貴様ごときの隙をつけというのか。大層な口を聞くな小僧。大丈夫か花太郎。はい、なんとか。ルキアさんこそ。おう、この冷圧の中で顔色一つ変えぬか。随分と腕を上げたようだな。どうやって再び死神の力を手にしたかは知らぬが、あのまま現世で安穏と暮らしておればよいもの。拾った命を捨てるためにこんなところまで来るとはな。愚かな奴だ。捨てに来たつもりなんてねえや。あんたを倒して俺は帰る。大層な口を聞くなと言ったはずだ小僧。大層な口か。見えてるぜ、口利き白夜。なるほど、どうやら思っていた以上に腕を上げたと見える。仕方がない。ならば貴様がその力にうぬぼれる前に見せておいてやろう。千年あがいても埋めようのない決定的な力の差というやつを。ダメだ、一号逃げろ。死ね。あい貴様、夜市誰ですか。確か仙台隠密機動総司令官および同第一分隊軽軍総括軍団長。司法院夜市、久しく見ぬ顔だ。行方をくらませ104年、死んだものとばかり思っていたが。夜市さん、助けに来てくれたんだろ。サンキューな。でもあり、どいててくれ。俺はそいつを倒さないといけねえんだ。倒す、お主が操を。愚か者。え何すんだ夜市。薬か。強力な麻酔系の何かを内臓に直接叩き込んだな。しかし治すことはできぬ。
ケイはここから逃げることはできぬ。ほう、大層な口を聞くようになったの、白夜坊。お主が鬼ごとでわしに勝ったことが一度でもあるか。ならば試してみるか。3日じゃ。3日でこやつをお主より強くする。それまで勝手じゃが、しばしの休戦とさせてもらうぞ。追いたくば追うてくるがよい。春心夜市、まだまだお主らごときに捕まりはせぬ。申し上げます、各牢番からの緊急報告です。どうした。あばらい副隊長、ひなもり副隊長、きら副隊長の3名が脱獄しました。てめえは俺が守る。てめえのために俺は戦う。誰が敵なのか、誰が味方なのか、お前なら誰を守るのか。目を疑った、信じられなかった。でも本当なんですね、愛禅隊長を殺したのは本当にあの人なんですね。この刀だけが知っている、果てしない戦いの行方。この思いの強さで迷いなく今振り下ろせ。どこ行こうとしてるの。戦いたい、強くなりたい。戦う相手が見つかったんだ。俺はもっと強くなれるんだ。久しぶりだ、こんな気分は。ちくしょう、強くなりたい。誰と戦うのか、誰を信じるのか、お前ならどこへ向かうのか。誰が敵なのか、誰が味方なのか、お前なら誰を守るのか。俺はひなもりを助けに行く。どうして、どうして俺だけ連れて帰ったんだ。今のままでは白夜には勝てぬ。じゃが3日で勝てるよう鍛え上げてやる。そしてもう一度お主の手で今度はみんなをまとめて助け出せ。この刀だけが知っている、果てしない戦いの行方。この思いの強さで迷いなく今よろせ。サタンオンザビーリング赤くなる空気を変えに必殺を受けらされて。サタンオンザビーリング赤くなる空気を変えに未来をと預けろ。
起立で着席。いいか、今から難しい授業を行うからちゃんと聞いとけ。お残月に限らず全ての残白糖は実は2段階の解放が可能なんじゃ。1つ目の解放を視界、2つ目の解放を挽回といい、その戦闘能力の差は5倍から10倍と考えていい。10倍？驚異的な上昇率じゃろ。じゃがそれゆえに視界から挽回に至るには差異あるものでも10年を優に超える鍛錬が必要となる。ちょっと待ってくれよ、そんな時間は。無論分かっておれ、10年20年とかかるのはあくまでまともに修行を重ねた場合の話。かなりの危険がつきまとうが、お主には全く別のやり方で3日で挽回を取得してもらう。なんだその妙な人形は。天身体、隠密軌道の最重要特殊レグの一つじゃ。残白糖の本体を強制的に転写して具象化することができる。おい、難しい言葉使うなよ。視界に必要なのは残白糖との対話と同調、対して挽回に必要なのは残白糖の具象化と屈服。全然わかんねえ。具象化とは対話の際こちらが残白糖側の世界に行くのではなく、残白糖を我々の世界と呼び出すことを指す。残月をこいつに指せばその具象化の状態に強制的に持っていける。だからもっと簡単な言葉で。うるさいな。とにかくこの人形に剣を刺して出てきたおっさんと戦って勝ちゃいいんだ。最初からそう言ってくれよ。ただしこの方法で具象化できるのは1回きり、期限は3日。その間に何としても具象化した残月を打ち倒して屈服状態にしろ。それができなければ。できなかった時のことは聞かねえ。それしか方法がねえんならやるしかねえだろ。へっ。おっさん、どうやら随分回復したようだな、イチゴ。なんだこりゃ。この中に一本だけ本物の私がある。私を倒すことができるのはその一本だけだ。私を屈服状態にさせたくば、私に殺される前にそいつを見つけ出せ。そして私を切り伏せてみせろ。よし、これだ。ああ、刃たちはすべてお前の心のひとかけら。俺はその中から戦いのためだけに形作られたひとかけらを見つけ出す試練。今のは私に頼ろうとするお前の心のもろさのひとかけら。それすら見極められるうちは挽回などとは口にをするな。さあ次だ、イチゴ。伏している暇などないはずだ。当たり前だ。文化。ただそばにいるだけで、あんなにも幸せな気持ちになれた。その言葉、声も今はもう聞こえない。でも私へと
僕はおそらくすでに生きてはいないだろう。だから僕の最も信頼する君のために、僕の暴いた真実のすべてをここに記す。なぜ朽木ルキアは処刑されなければならないのか、なぜその期日は早まり続けるのか、それを調べるうち僕は一つの事実にたどり着いた。この処刑の真の目的は朽木ルキアを殺すことではない。双極を奪うために仕組まれたのだ。なぜ双極を奪うのか、なぜ死刑は早まるのか、その力はどれほどなのか。処刑の時だけその封印を解かれる双極、ここには残白と百万本の破壊能力、確かには残白と防ぎ切る防御能力、それが双極の力。処刑で死神の体を貼り付け貫くことで、さらにその力は数十倍に膨れ上がる。この処刑を仕組んだ者はその力を使い、精霊帝のみならずソウルソサイティそのものを破滅させようとしているのだ。その忌まわしき者の名は、やっぱり二人一緒にいやがったか。思った通りだぜ。キラの牢だけ外側から鍵が開けられてやがった。こっそり逃がすつもりなら爪が甘かったんじゃねえか。一丸、なんやおかしな言い方しがありますな。わざと分かるようにそうしたつもりやってんけど。ひなもりより先に来れてよかったぜ。あいつが来る前に俺がてめえを殺す。ひなもり、やっと見つけた。こんなところにいたのね。よせひなもり、お前の叶う相手じゃない。俺に任せて下がってろ、ひなもり。え、アイゼン隊長の仇よ。その忌まわしき者の名は室ヶ谷藤四郎。書いてあったのか、アイゼンの手紙に。そうよ。そしてこう続くの。今夜僕は東大障壁の前に彼を呼び出しておいた。彼の企みを何としても阻まなければならない。彼が引かぬなら刃も交える覚悟だ。だけどもし僕が死んだなら、ひなもり君、どうか僕の意志を継ぎ彼を撃ってはくれないか。それが僕の最後の願いだ。五番隊隊長としてではなく、一人の男として君に願う。うわあ！うわあ！バカ野郎、稲森、よく考えろ。自分が死んだから代わりにお前が戦えたと、アイゼンのやつがそんなこと言うと思うか。俺の知ってるアイゼンはな、勝ち目のねえ戦いに一人で出向くようなバカでも、その尻拭いを部下にさせるような腰抜けでもなかったぞ。だって書いてあったもの、見間違えるはずない。あれはアイゼン隊長の字だったもの。私だって信じたくなかったもん。でもアイゼン隊長がそう言ってるんだもん。私はアイゼン隊長、私もどうしたらいいかわかんないよ、シロちゃん。クソ、誰かがアイゼンの手紙を改ざんしたんだ。俺とひなもりを潰し合わせるために。そうか、これもか。これも全部てめえの仕業か、一番。あらら、ひどいな、十番隊長さん。傷ついて我を忘れた女の子を、そうない思い切り殴らんでもええのに。一丸、
てめえの目的は何だ。アイゼンだけじゃ足りねえか。ひなもりまでこんな目に合わせやがって。血が滲むほど刀を握りしめなきゃならなくなるまでこいつを追い詰めやがって。はて、何のことやら。言ったはずだぜ一丸、ひなもりに血流させたらてめえを殺す。あかんな十番隊長さん、こないなところで刀抜かれたら僕が止めるしかないやないの。一丸隊長、下がっときいずる。まだ死ぬん嫌やろ。バカ言うな、足りねえよ引くだけじゃ。てめえは消えろキラ、目が届かなくなってもまだ遠くへな。四方三里にいるうちは巻き込んで殺さねえ自信はねえ。蒼天にさせ氷輪丸。溢れた霊圧が作り出す水と氷の竜、そして天候さえも支配する。初めて見る。これが室外隊長の持つ氷雪系最強の残白刀、氷輪丸。避けきれない。そして凍った体は身動きが取れない。終わりだ一丸。イコロセ真相。ええの避けて死ぬで、あの子。ひなもり。松本、刀をお引きください。一丸隊長、引かなければここから私がお相手いたします。待て一丸。僕を追うより五番副隊長さんをお大事に。ひなもり、大丈夫か。ひなもり、地獄町。隊長並びに副隊長各位にご報告申し上げます。局州朽木ルキアの処刑の日程について最終変更がありました。最終的な刑の執行は現在より29時間後です。隊長、これは。これは最終決定です。以降日程の変更はありません。以上。隊長、処刑とそれに連なる総局の解放、それが一丸の狙いなら、この処刑このまま見過ごすわけにはいかない。ついてこい松本、処刑を止めるぞ。イチゴは確かに凄まじい速さで成長しておる。じゃがそれはあくまで戦闘技術の話。霊力自体はそれほど上昇しておらぬ。本当にあと2日で挽回にたどり着けるのか。修行の日数を延ばすか。しかしイチゴの魂魄がそれに耐えられる保証はない。敵から目を離すな。くそ、もうちょいだったのによ。面白そうなことやってんじゃねえか。俺も混ぜろよ。レンジ、隠れてこそこそ挽回の修行か。そいつはてめえの残白刀の本体か。なんでてめえがここに。何、大した理由じゃねえさ。ちょっと時間がなくなっちまってな。俺も少し集中して鍛錬する場所が欲しかっただけだ。時間がなくなった、どういう意味だ。そうだな、てめえには教えといてやる。ルキアの処刑時刻が変更になった。なんだと。新しい処刑時刻は明日の正午だ。何、尺な話だが、今の俺の力じゃルキアを助け出すには少しばかり足りねえ。だからここへ来た。安心しろよ、何もてめえの修行を邪魔しようってわけじゃねえ。俺も具象化までは習得済みだ。挽回まであとわずか。こっちはこっちで好きにやらせてもらうぜ。明日じゃと、そんな。
それではとても挽回なぞ。そんなんでいいのかよ、頼一さん。この修行、あんたから誘ったんじゃねえのか。だったら、あんたから諦めてんじゃねえや。じゃがいちご、もし明日までに挽回が完成せねば。言ったろ、できなかった時のことは聞かねえ。期限が明日になったってんなら、今日中に片付けりゃいいだけの話だ。処刑は明日。そう聞かされて驚きはしたが、不思議と悲しくはなかった。それはきっと昨夜見た夢のせいなのだろう。決して忘れることのないあの夜の夢のせいなのだろう。隊長の芝海炎だ。よろしくな。はあ、どうも。あ、どうも。なんだその挨拶は。おめえも名乗ってよろしくお願いしますだろうが。名はなんだこれは。朽木ルキアです。よろしくお願いします。よし、オッケーだルキア。平凡な挨拶、平凡な隣声、平凡な部下と長官の関係、それは紛れもなく私の求めていたものだった。あの人の隣は暖かくて、ようやく見つけた私の居場所。妻がいて優れた知恵、実行力、優しく美しい人で、誰もが憧れた私の理想。妻を亡くした海炎殿は仇を討つために一人敵の住処へ。海炎殿、しかし海炎殿はフォローに食われてしまい、振り返ったその顔はまるで別人だった。海炎殿、海炎殿なんじゃ、わしを呼んだか小娘。そんなにわしが愛しくば、まずお前から食おうてやろう。わしを殺したくば、こやつの体ごと切るしかないぞ。逃げおったか。では、これからじっくり一晩かけて
こやつの霊体を内から食らい尽くすとするかも。朽木、ひでえ目に遭わしちまったな。悪い、きつかったろ。ありがとな。おかげで心はここに置いていける。私は礼を言われるようなことは何一つしていない。逃げ出したのはあなたと戦うのが恐ろしかったからだ。戻ってきたのは一人助かろうと逃げる自分が恐ろしくなったからだ。あなたに刃を突き立てたのは苦しむあなたを見ていることに耐えられなかったからだ。私が救ったのは私自身だ。醜い、醜い。私に救われる価値などありはしない。血を流してまで救う価値などあってはならない。じゃあ、俺は行くぜ。ん？じゃあ、俺は行くぜ。え？じゃあ、俺は。行ってらっしゃい。そんな送り出し方かよ。小学生じゃねえんだからさ。才能、とっとと行けばいいじゃろ。しかし、頼石さんよ。あいつは本当に大丈夫なのか。お主、自分が初めて立って歩いた時のことを覚えておるか。え？覚えてるわけねえだろ、そんなもん。ならばなぜ立ち上がった。なぜって。それが本能だからじゃ。本能？人は皆生まれながらに立ち上がることを知っておる。鳥は皆飛ぶことを、魚は皆泳ぐことを知っておる。それと同じじゃ。本能で知っているからこそ迷いなくその力を手にしようとする。日後の迷いのなさは自分にその力があることを本能的に分かっておるのじゃろう。もう一度だ。言っておくが、刻限が迫っているからといって手を抜いてやるつもりはないぞ。当たり前だ。そんなもんこっちも抜かせるつもりはねえよ。じゃからわしは信じる。奴が挽回に至るものじゃということを。待ってろよルキア。俺が助けてやる。ザラキ隊長、起きていらっしゃいましたか。
お体の方はいかがです？朽木ルキアの処刑を明日に控え、精霊帝は不気味な静けさを保っていますが、何やら不穏な動きがあるという噂も飛び交っています。隊長、すいません、摩擦と言いますか、少し熱いです。行って。奴の居場所はつかめたのか？すいません、それがまだ。俺にはわかる、奴はまだ強くなろうとしてやがる。また探せ、黒崎一護。俺はもう一度あいつと戦いてんだ。はい、分かってます。ただそのどうにもこうにも頭が熱くて、そのもう真っ赤だと思うんですね。火だ、火が出た。ことの方がずっとずっと難しいんだ。もう二度とあの手を離さない、離さない。おやめください、隊長殿。あばらい副隊長殿。少し、もう少しだ、もう少しで助け出してやれる。絶対にてめえを死刑にはさせねえ。この霊圧は、朽木隊長、どこへ行く、レンジ。ルキアを助けに行きます。ならぬ。行きます。どうしても通してはもらえませんか？二度は言わぬ。前科、回転をかけた特殊な瞬歩で相手の背後を取り、一つで砂血と白水を破壊する。あんたの得意技だ。何度も見た。頭では、理屈ではあんたの動きを掴んでた。ようやく体がついてこれるところまで来たらしい。朽木隊長、もうその剣じゃ俺は殺せねえ。随分と饒舌だな。何をそんなに舞い上がる。その程度で私の剣をしのいだつもりか。チル千本桜。いやー、言ったろ、もうその剣じゃ俺は殺せねえ。副隊長になってからじゃねえんだ。五帝十三隊に入るずっと前から俺が超えたいと願い続けてたのは、朽木隊長、あんた一人だけなんだ。超えさせてもらうぜ、朽木隊長。万回ヒヒオザビマル。貴様、いつの間に万回など。わからねえさ、あんたみてえに足元を見ねえ人にはな。もう一度言うぜ、俺はルキアを助けに行く。二度は言わぬと言ったはずだ。どうしても通してもらえねえなら、俺はあんたを切っていくぜ。不可能だ、貴様では私に固い座すらつかせることはできぬ。いやー
ついたな片膝。俺はあんたを倒す。幕を引こうぜ、朽木白夜。俺とあんたの戦いにな。幕を引くか。よかろう。ならばその幕、私の剣で引くまでだ。まさか貴様、失念しているわけではあるまいな。私にも挽回があるということ。挽回、知れ、千本桜、影よし。足元より立ち上る千本の刃、その千本の刃が散ることによって生まれる無数の刃、もはやその数を知ることさえかなわぬ。軌道を読むことはできぬ。かわすことなどなおできぬ。風を見送るがごとく、すべてはただ立ち尽くし、尻に帰すのみ。私と貴様で何が違うのか教えてやろうか。格段、炎光速月、獣の目に映るのは所詮水に映った月までだ。それを取ろうともがいてもただ皆底に沈むのみ。貴様の牙、私に届くことはない。永遠にな。誇るがいい。この刃をその身に受けてな。人の形を保っていること。なんだ、まだ息があったか。動くな。命を縮めるぞ。まだだ、まだ俺は戦えるぜ。聞こえなかったのか。動くなと言ったのだ。貴様はじきに息絶える。立ち上がるならば私が殺す。今一度と。それでもなお貴様はルキアを救うなとざれ言を言うか。まだ立ち上がるのか、イチゴ。当たり前だろ。当たり前だろ。何、誓ったんだ。絶対に助けるってな。誓いだ。誰だ。誰でもねえよ。ただ俺の魂にだ。見事だ、貴様の牙。確かに私に届いていたぞ。今消えたレアツは間違いなくレンジの。なぜだ、どうしてお前が。レンジ、おはよう。ご機嫌いかが、ルキアちゃん。一丸銀。あかんな、相変わらず口悪いんやね君は。銀やのうて一丸隊長。いつまでもそれやったら叱られるで、お兄様に。
失礼しました。一丸隊長。いややな、本気にした？せえへんよ、告げ口なんか気にせんといて。僕と君の仲やないの。なぜ、なぜ一丸隊長がこのようなところにおいでなのですか？ああ、なんや、大した用事やないんやけど、散歩がてらちょっと意地悪しに。この男が嫌いだった。初めてこの男を見たとき、全身から刺すような汗が噴き出したのを覚えている。日常の小さな亀裂を毒気で溶かされ、知らぬ間に病のようにぬるりと奥底へと入り込まれる。そういう恐怖をこの男に感じていた。理由などない。私の中の何かがこの男のすべてをことごとく拒絶していたのだ。どないした？急にえらいぼーっとして。 いえ。ああそうや、死んでへんみたいやね、アバライ君。え？でもこのままやと死ぬやろね、すぐ。かわいそうにな、アバライ君。ルキアちゃんを助けようとしたばっかりに。バカな、適当なことを言うな。なぜレンジが私を。怖い？なんだと。死なせたないやろ、アバライ君も他のみんなも。死なせたない人おると急に死ぬん怖なるやろ。助けたろか。一丸隊長、何を。突然何をおっしゃいます。どうや、僕がその気になったら今すぐにでも助け出せるで。君もアバライ君もそれ以外も。何を言ってるんだこの男は。正気か。私を助けてこの男に何の得がある。イチゴやレンジを助けて何の得があるのだ。いや、それとも本当に。嘘。バイバイルキアちゃん、次は総局で会おう。総局の解放が始まる。急ぐぞ松本。はい。一丸隊長、そろそろお時間です。そうやな、たっぷり見物させてもらいましょう。奴のレアさこっちか。はい、奴は必ず現れるはずです、あの総局の丘に。ああ、ああ、
生きてんのか俺は。てめえは。四番隊の山田花太郎です。傷の手当て終わりました。まもなく処刑が始まります。ルキアさんを助けてください。白夜様、総局への出立のご用意を。わかった。それではこれより術式を開始する。朽木ルキア、何か言い残しておくことはあるか。はい、一つだけ。なんだ。リュカを無事に帰らせてください。よかろう。処刑の終わった暁にはお主の願い叶えてやろう。ありがとうございます。総局を解放せよ。何が起こるんですか、これから。貴公王が姿を現す。貴公王、総局の矛の真の姿にして極刑の最終執行者。彼が罪人を貫くことで極刑は終わる。それはしない。私はよく生かされた。レンチたちと出会い、兄様に拾われ、カイエン殿に導かれ、そしてイチゴに救われた。辛くはない、悲しくはない、悔いはない、心も残してはいない。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。さよなら。Oh,
誰が敵なのか、誰が味方なのか、お前なら誰を守るのか。最後の記憶を呼び覚ませ。何を求めるのか、何を切り捨てるか。いなやかな獣のように、お前なら何を選ぶのか。いや、イチゴ。ありがとうございます。毎日こんなにたくさんのお客様に見ていただけて本当に幸せです。ありがとうございます。今日の一言は鈴木翔吾さんです。お願いします。よっ。鈴木翔吾って言われると私がザラキケンパチです。俺がザラキケンパチだ。文句あらずいるが。いきなり可愛くなりました今。そんな簡単にキャラ。いきなり可愛くなっちゃった。キャラが。本当に毎日たくさんのお客さんに来ていただいて本当に感謝します。ちょっとこういうのはあんま得意じゃないんで。やちね。ヤチルがいないとちょっと喋りにくい。ヤチルいないって。ヤチル、ここにいんだよ。いないですよ。ヤチルって挨拶しなさいお前も。え、恥ずかしいの？俺も恥ずかしいということで、本当に何が言いたいかというと、毎日こんなにたくさんのお客さんに来ていただいて、なんだまだダメ。ちょっと渡辺が締めてくれるそうで、お願いします。つるりんじゃねえ。
スルリンじゃねえから。要するに、隊長が言いたいのは、本当にこんなに素晴らしいお客さんに集まっていただいて、ついてるついてる、本当に俺たちついてるぜ。さあ、ありがとうございました。うまい。本日はどうもありがとうございました。あれ電気消えちゃったよ。電気が、あれ、あ、なんだ、どうしたんだ、停電か。そのようじゃな。んだよ、せっかく俺が最後にかっこいいポーズで締めようと思ってたのには。かっこいいポーズだと？どんなポーズだ。じゃーん、どうだいちご、見えるわけがなかろう。お前は本当にバカ者だな。まあどうせ見えたところで大したポーズじゃなかろうがな。んだとる気はてめえ、さっき俺が助けに来たところでちょっと泣きそうだったくせによ。バカ言うな、あれはお前の。二人ともやめんか。ん、なんじゃあの明かりは。乾いた風に漂いながら、音も立てずに近づけば、光る刃は火の矢のごとく、麗しく死を司る。醜く迷える魂を解放へと導いてやろうか。背を向けた誇り、高き志、起きてこそが明日への道しるべになる。汚れなき秩序守るため、この身を通して働く定め、飛び越えて制圧だい、強くなければ生きてる意味なんてどこにもどこにもありゃしねえ。この世界の奴隷になんかならねえぜ。本能のままに突き進むだけ、この細胞が煮えたぎるまで。誰か僕と遊んでくれへん、飽き飽きしてしょうもない悪ふざけしてしまいそうや。情緒水のありか教えたのか、甘い蜜それとも苦い蜜、どちらでも好きな方へ。足の震え袴に隠して、あなた様と運命共にする僕の詫び付け、忠誠心、それだけが持つ力。どこまでもどこまでもついてゆく、進む道銀色の道。これが最後か、新たな命の始まりか、闇より深い闇の中、血なまぐさい雄たけびがこだまする。楽しませてくれよ、俺はどこまでも獣になる。てっぺんからつま先まで、邪魔なものは剥ぎ捨てて、瞬間を素肌で感じていたい。心一つで腹を決めろよ、男の流儀捨ててやるぜ。何を信じどこへ向かうのか、移り変わる季節雪解けを待ち、夢じゃない紛れのない鬱覚えて
当の強さは優しさを糧に育つはずだから、ずぶ濡れになっても構わない。おお、新しい自分に出会うためにまだ見ぬ高みへ。増えてよかったです ね。でもその分ちょっと長くなっちゃいましたけどね。キラ、あんたそんなちっちゃなことばっかり言ってるからでっかい男なれないのよねえ隊長。なんだ松本、嫌味かそれは。七丸隊長、松本さんが、松本さんが。もうちょっといずるに優しくしたってな、ランギク。あんたに言われたくないわよ。お、なんだなんだ、変な空気流れてっぞ。あーもうちょっとうるさいわね。このつるっぱげ言って、なんだこら。ケイラ、せっかくのショータイムをくだらぬ争いで怪我すな。朽木隊長、相変わらずやる気っすね。アバライ君、お客様も喜んでいるようだからよしとしようじゃないか。あ、相変隊長、何か問題でもあるのかな。何も問題ありません。アイゼン隊長、また一緒に歌えて嬉しいです。ありがとう、ひなもり君。争いなどない方がいい。そうだろ。はい。あの、さっきからザラク隊長が固まったままなんですけど大丈夫でしょうか。ん、なんだよ。大丈夫ですか。大丈夫じゃねえ、俺バカ、こういうの俺苦手だっつったろ。もう帰る。隊長、待ってくださいよ。帰っちゃダメですよ隊長。行こうか、ひなもり君。はい。いずる。え、は、はい。あれ、あらら、ああ、あばらい、どうにかしてくれ。すんません、俺には無理っす。いやいやいや、まだですよ。まだ隊長の出番じゃないですから、順番が違いますよ。正直に生きてゆくのは少しだけ難しいけど、
星一番の青空、そんな単純さがいいよね、全て笑い飛ばせる力になる、分かり合うために傷ついたのも自分を貫いたあのわがままもここにたどり着くための十字路の標識、とぼとぼ歩いた帰り道、走り抜けた季節、どれも違いじゃない、手をつなごう、夕暮れの街の景色に僕らは明日を描いてゆく、手をつなごう、この胸に灯した3番ルコン街出身松本蘭菊、歌います。じゃじゃ風に雨に濡れながら忍ぶ思いを田んぼに隠す、あなたを待った石畳、落ちる雫の儚さよ、見えそうで見えない女心、ベンガラドシ、かわいいあの子はアカンタレ、じゃじゃ降り雨に濡れながら、あふるる想い歌に読む、月もいざよ頬染めて、今日もまだ来ぬ待ち人よ、見えそうで見えない女心、見えそうで見えない男心、二人はまるでベンガラ越し、扉を開けてはくれないか、気づいて私のこの心、毎度お気に来なさいなら気づけよ俺。
浅い眠りか淡い夢を見れば一筋の涙まで嘘になる無意識という手錠をかけられて踊らされてるだけ朝笑う天使たちお前は何を知るのか光の向こうで暗闇のリフレイン I call the city in the sky 裏表が空を舞うA coin that's in the sky どのくらいに本当の姿が映る Coin dancing Coin dancing 白い吐息が闇消されてく傷ついた魂が逃げるように沈んだままの太陽の祈りも僕には届かない偽りの楽園でこの身に何を委ねる真実はいつもシンプルで美しい A coin that's in the sky 裏表が空を舞う A coin that's in the sky 瞳としても本当の姿が映るCoin お二人とも素敵ですね。あの蘭菊さん、つかぬことをお伺いしますけど、そのやっぱり大きいと踊りにくいものなんですか？何のことじゃ？ああ、おっぱいの話？ちょっと邪魔ね。あら、なんかまずいこと言った？こやつがくだらんことで悩んでよっての。立派なものを持ってらっしゃるお二人には。私の気持ちなんてわかりません。お主もいつか大きくなるかもしれんじゃないか。もう無理です。悩んでも大きくならんぞ。そんな言い方ないじゃないですか。何をいきなり大きな声出して。塔の立ったお二人には悩める乙女心がわからないんです。
行きましょう、朽木さん。向こうでゆっくりお話しましょう。あいつさりげなく喧嘩売ったわよね。行こう行こう。どうしたんですか。さっきの松本さんの話、でっかい男になれないって。ああ、あの人いつもはっきりしてますもんね。やっぱり君もそう思ってたんだ。なんだ、どうした。どうせ僕はちっちゃい男で、どうせ僕はちっちゃい男ですよ。常に何かに怯えて震えちゃってるちっちゃい男ですよ。前回は初参加で美味しかったのに、今回は微妙なポジションになっちゃったって、そんなこと気にしちゃってるちっちゃい男ですよ。お前そんなこと考えてたのか。うるさいよ。うわあ、危ない。平君、はい、今回の僕の出番の量を知ってての発言かい。どうしよう、どうしよう、僕。え、なんだ、どうした。え、どうした。俺もプルプルした方がいいのか。でも僕だって男だ。やるときはやるんだ。でっかい男になるんだ。よく言った。一角さん、ザラキ隊長。キラ、はい、てめえ俺たち11番隊がでっけえ男にしてやるぜ。ザラキ隊長、よろしくお願いします。来た来た来た。お前らあそこで見てろ。あはい、語り継がれる男になりてえなら、タンゴチリメン赤ふんどしで踊れ。月月のない、誰よりもマスラオになれ、誰よりもマスラオになれ。赤粉にちょんまげか、俺が一番似合うぜ。見た目じゃねえ、心の兄貴、心に兄貴を持てってことだ。はい。語り継がれる男になりてえなら、朝昼晩生麦生米生卵、生麦生米生卵。男たるもの飯は生のまま食え、男たるもの飯は生のまま食え。僕アレルギー体質なんですけど。知らねえよそんなの。俺もだ。語り継がれる男になりてえなら、まず名乗れ。わしが三番隊副隊長、キラーイズルである。なに。震える足を袴に隠すな。震える足を袴に隠すな。一丸隊長にはいつも言われてるんですけど、なかなか治らなくて。語り継がれる男になれる男になりてえなら、語り継がれる男になりてえなら、俺と勝負だ、かかってこい。よっしゃ。どうも
ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。